こんにちは、宮島です。今回のタイムウォーターフォールという作品は、香港のこの ICC タワーのサイトがあって初めて実現するプロジェクトです。このタワーに数字がランダムに落ちてきます。その数字はカウンティングをして9から1、ずっとカウンティングをし続けて落ち続けます。0は表示されません。この数字は人の命を表していて、カウンティングしているときは生、生きるということ、そしてボイドの0は死を意味しています。その生と死が繰り返されていく、これは仏教的な概念、生命の永遠性を表現しています。それらの数字が上からどん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 小さい数字、大きい数字、たくさん落ちてきます。落ち続けていく、これは変化し続けていくということがポイントになっています。生命の永遠性と、そして生を考える、死を考える、戻っては来ないこの一瞬の生、今の生きていること、これを考えていただくために、このタイムウォーターフォールは存在します。この作品を香港で見せるのは、生が統一しているエネルギッシュな街だからです。そのためにこの香港で見せようと考えました。 Thank you.